はい、どうも、アルティメット工房のサミーです。さあ、今回はですね、10月15日の福岡公演のレポートを見ていきたいと思うんですけれども、なんと10月の15日私も参加いたしました。横浜アリーナの方は私の、古くからのね、友人が当ててくれて一緒に同行する形で入ったんですけれども、福岡公演の方は私の YouTube とか Twitter とかいつも見てくださっているティアラの方が一緒に行きませんかとお誘いしてくださって、こちらもまた同行者として公演に入らせていただきました。レポートの動画撮ってるんですけど、ちょっと待ってくださいね。先に皆さんのレポートから見ていきたいと思います。10月の15日、またすごい前のことのように感じますが、思い出しながらお話ししていきます。 MC ですね。これは岸くん、福岡でデートするならどこ？中洲のドンキ。あ、そう、このドンキホーテの外観も YouTube で撮ってるので、後ほどお見せできたらいいなと思います。生で見る岸くんがかっこいいか、テレビや雑誌で見る岸くんの方がかっこいいか。大半が生の岸くんに拍手するも、テレビや雑誌もちらほら。岸くん、テレビ雑誌よりかっこいいでしょ？俺めっちゃ顔小さいし。自覚してくれている岸くん。岸くんの顔の小ささは、あのマスクの CM でお分かりいただけると思います。永瀬廉くんのファンサ。横浜道の逆最前に小さい女の子がいて、じゃんけんしようのうちは持ってたんだけど、いつも適当にじゃんけんする蓮が優しい顔でゆっくりじゃんけんしてて恋に落ちた。小さい女の子だからこそ、こうゆっくりやってくれるあたり、ちゃんと考えてんのかなって思いますよね。前にプリンスと翔くんで博多座に来た時、中洲のドンキで岸くんのタンプレ買って、高級なイヤホンとペットボトルの面積くらいしかない V パンツを買ったみたいなんですよね。その写真は翔くんのスマホのホルダーにあるから、後でエアドローしてくれるって、先着何名とか言ってた気がしますけど。バトバトジグヒラが勝ち取って2人で歌い出し、翔くんが福岡大好きな2人です。大好きだよ明太子、大好きだよ福岡美人。福岡大好きすぎて可愛い。ちゃんとね、毎回福岡なら福岡、横割りなら横割りっていう風に歌詞に入れてくれるっていうのがライブならではかなと思います。私が入ったのは夜の公演だったので、昼の公演は見てないんですが、 MC 山手線ゲーム、お題秋といえば、岸くんは松茸、翔くんは秋元康さん。蓮くん、秋になったら秋元康さん思い出すの？秋元康さんといえば、アイドルグループのイメージが今はすごく強いですけれども、今になってね、また Hulu であなたの番ですを1話から見始めまして、あれの企画が確か秋元康さんだったんですよね。それにすごくびっくりしたというのが最新の秋元康さん事情でございます。平野翔センター分け、中瀬廉7-3から崩れて最後8-2くらいになってた高橋海人、最初前髪ありから僕の好きな人でセンター分けに変更。岸優太、単発前髪あり。神宮寺優太、センター分け。アクセサリー紹介、いつものピアス、神宮寺だけ指輪。あ、そこまで見える？すごいね。さ、あの前髪ありからのセンター分けには変更しやすいけど、センター分けから前髪ありっていうのはなんかこう分かれちゃいますからね、難しいよね。明星の撮影で福岡に来た帰り際、平野くん、ジン相当好きなんだと思うよ。ジンと窓辺に座って、ちょうど夕日が沈むくらいだったんだけど、二人して帰りたくねーって泣きそうになっちゃって。神宮寺くん、俺その時に決めた、将来福岡に住むって待ってるよ福岡の人本当に優しくて、東京ではあまりないなって思ったことが、福岡空港でお土産を買った時に6000いくらだったのかな、の会計だったんですよ。よく商品券とかあるじゃないですか。私が得するように商品券を使って、その場で商品券を買わせてくれて1000円引きにしてくれるみたいなのがあって、東京ではマニュアル通りに接客をするっていうのが普通だったりするから、わざわざそうやってお土産に適用してくれて、こっちの方がお得ですよとか、そういうお話をしてくれるっていうのがすごい優しいなって思ってしまいました。キンプリ生きてました、存在してます。そうですね、ライブ会場に入ると、あ、本当にいるって思います。毎回やっぱりそうでしたね。お着替えじゃんけん連会、高橋くん、岸くんの写真欲しい人は公演終わりに先着100人にエアドローします。
永瀬くん着替え終わりにそれで出てこんかな高橋くん俺は全然見たくないよ。永瀬くん後でショーに見せてもらおう。岸くんの恥ずかしいお写真をたくさん平野くんが持っているというお話でございました。私のツイートが出てきたんですけど間違えてました。10月の16日の公演のものをあげてたんですけれどここ15日になってますね。これ16日の間違いです。トレーストレースの紹介ここの部分で肩に手を置くんじゃなくて手をギュッとつないでニコニコしてたの激アツ紹介案件だった。そうだったごめんそこまで見えなかったわ。カイトくんありがとう。ほぼ目の前で止まってくれてギュッてしてくれてマジで死んだ。周りの人たちも一緒に喜んでくれたの嬉しすぎた。幸せな時間をありがとう。カイトくん全力でギュッてしてすごい。このさ周りの人も一緒に喜んでくれるっていうのが King&Prince の現場の温かいところだなって毎回思うんですよ。シーズンズオブラブ大優勝でした。岸くん障害物競争勝って岸くんが歌い出しで本当に嬉しくて舞い上がってたんだけど最後本当に君が好きだから岸くん見つめて照れちゃって笑いながら歌う蓮くんがぶっ刺さり特大吉蓮ありがとう大好きハート。毎回この本当に君が好きだからっていうところ永瀬くんが歌えないのが可愛いですよね。一生 F1 に影響されてて引きずってる翔くん世界一可愛かった。ずっとハンドル持ってブンブンしてた。そう今回の MC は MC の3分の2ぐらいが F1 の話と F1 に絡めた話をしてた気がします。前半外周に岸平2人ともめっちゃ来てくれてこれ見せてたら翔さん指さしてうんうんって優しいお顔でうなずいてそのお顔のまま OK ってしてくれた。もう初っ端から記憶ねえです。岸くんはガンスルーでした。岸平たん自信持てた。岸平大好き欲張りでごめんねハートかわいい。ラストトレイン翔くんの太ももにダブルユータがちょこん。ジンくんがお尻スリスリしすぎて翔くんに叩かれてましたかわいい。ラストトレインで椅子に座りながら歌うシーンがあってそこに平野くんが座っている膝の上に座って歌ってたんですよね。岸くんのパンツの下りの時ティーバッグってこれやろって言いながらお尻の割れ目人差し指でなぞるレンちゃんクソ笑った福岡以外の九州行ったことないな長崎とか行ってみたいよねってお話で長崎といえばちゃんぽんだよねってなったら岸くんちゃんぽんって言ってた気がするんだけど誰にも拾われずに話変わっちゃった。大丈夫ちゃんと拾ってもらえてますよ。岸くん久しぶりの橋本環奈降臨あの顔の角度のことだったと思います。ノーティーガールの翔さん和装での見せ方がうますぎて色気ダダ漏れガチエロ。ノーティーガールはね平野くんだけじゃなくてみんなそれぞれ違ったエロさがあったんですよ。今年長崎来てくれたしドラマもやってくれたしこれしかないと思って作ったうちわだったんだけど最後のスタトロで見つけてくれて指差しながら文章読んでうなずきながら2回グッとしてくれました。最高です。長崎ティアラの方朗報です。また長崎に来てくれるみたいです。トレーストレースの前気まずくなり切り替えのためにエンジンを組むキンプリ生のキンプリファイターズ555を聞けて俺は幸せや。あーそうでしたね。リトルハッピネスマイフェアレディに移る間暗くなってる時にしゃがんで水飲んで顔拭いてるカイトさんかっこよくて死んだ。そこまで見えました。フライング本当にすごくてみんなすごかった。中でも翔さんのフライングの回転数はマジでやばかった。そう2人もすごいんですけどもちろんね回転の速さがすっごい速かったんですよね。しっかり福岡の地で橋本環奈様の名前がメンバーから出てきました。たくさんみんなが真似してましたからね。MC 俺らが相乗りとかしたらすぐカップル成立して日本帰ってくるよってキキと話してたのにオタクが反応しきれず恥ずかしいあんまピンときてないもしかしてって真顔になるカイトとネタに受けながら慰める KP アニズ最高だった。相乗りの話だったり、バチェラーの話、あとはテラスハウスの話もね、この流れで出てましたね。翔さん、太宰府の話してくれた、ジグヒラが老後一緒に住みたいって話を思い出した。そう、平野くん、俺、太宰府に住みたいって言ってましたね。で、永瀬くんが、太宰府に?っていう、あの流れがすごい好きでした。F1 を見ての感想早いの話。平野くん岸くんなんてミーアキャットだったよ。この再現キュルキュルしてて可愛かった。そうミーアキャットの再現をしてくれたんですよね。トレーストレースのここの部分紹介でがっちり繋いでて私の目が決まった
決まったっていう言い方は面白いね。ジン君将来絶対福岡に住んでリモートワークするらしい。平野君、ジン昔福岡で将来ハンバーガー屋やるって言ってたよね。はい、毎日通います。めちゃくちゃ太ると思いますが、ハンバーガーを提供されながら痩せろデブって言われたいですね。福岡は空気がきれい、全国で一番空気が美味しい。全国都道府県47もあるのに全部行ってないだろう。北関東は制覇してる。そして20都道府県くらいは行ってるよ。ジンくん、どんだけ福岡好きなの。地元民嬉しすぎ。福岡は本当に温かい街で、人もみんな優しかったですね。カイトくんのファンサでこの顔めっちゃ近くでしてて私が死んだ。羨ましい。翔くんのお尻丸っこくてプリプリしてて可愛かった。何このレポ。自分で言っちゃう。何話してたの。キスさんが博多美人といえばのカンナちゃんを下ろしてたのよ。俺も見たい。カンナちゃん下ろして。そんなすぐには下ろせるかな。すぐに降臨して抜けなくなって変顔で叩かれるかもと心配してた。可愛い。平野くんとね、永瀬くんは橋本カンナちゃんと共演してますからね。かぐや様と弱虫ペダルですね。フェルスタッペンと写真を撮らせていただいたんだけど、めちゃくちゃかっこいい。俺とタメなんだけど全然見えない。フェルスタッペンさんは F1 の選手ですね。平野くん、写真撮るときに腰に手を当ててもらったんだけど安心感半端なかった。そういう話もありましたね。アリトロに乗る翔さんがもっと手振ってって煽ってたんだけど、その瞬間から急に地面が揺れ出したから私の双眼鏡ブレブレだった。あのさ、双眼鏡を覗いてて前の人のペンライトとかがこうチラチラするときめっちゃ眩しくないですか。双眼鏡あるあるみたいなの聞きたいですね。はい、ということで15日の公演のレポートを大体皆さん言ってることが被ってきたのでこの辺かなと思います。もっとね、話の流れを詳しく私は話していた気がするので、ちょっと編集しながら補足情報を織り交ぜたりとかして出したいと思います。と残り3件レポートありますのでお楽しみに。ということで今日の動画は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミでした。